どうも、小田です。今回なんですけれども、吉野家のですね、福袋をゲットしましたので、はい、こちら開封していきたいと思っております。実は吉野家もね、オンラインの方で福袋ですね、2021年のやつですね、販売しておりまして、それをですね、注文したという感じになります。店舗ではおそらく福袋っていうのは販売してないと思います。果たしてどんなやつか、吉野家の福袋は買うのは初めてですね。私吉野家も本当に大好きで、よくプライベートでも、プライベートというかプライベートしかないんですけども、利用させていただいております。おお、こんな感じで、おいい演出ですね。丼が入ってるのかな。おこれすごくない？すげえすげえ、これだけでも価値あるな。こんな風に入ってた。これすごくない？これ、おお、かっこいい。吉野の丼ね、まさにちょっとでかいけど、それ紙だけど、かっこいいじゃないですか。いや、このね、ロゴかっこいいですね、吉野家ね。よく羽田空港でも成田空港でも利用させていただいております。じゃあ何が入ってるのかって話ですけども、じゃあちょっと開けてみましょうか。ドドンというので、ちょっと見えたけど、あんまり見ない方がいいかな。じゃあ手探りでどんどん開けていこうかと思います。じゃあ、おお、なんかいろいろ入ってますね。じゃあちょっと、これ多分牛丼、やっぱりそうだ、ギャバ牛、ギャバ牛、牛丼、血圧を下げるため のストレス軽減 のギャバ入りの牛丼ということです。私にとっていいかもしれないですね。カロリーは190とか、こんなのもあったりするんだな。塩分 25% カットとかね。これはちょっと嬉しいかもしれないですね。これ店舗でも売ってんのかな、というので、ちょっとね、値段を言うのは難しいんですけども、1袋200円とかにしておきましょうか。ちょっとこちらの今回ね、買った値段なんですけど、先にお伝えしておきますと、5184円というですね、値段になっております。ちょっと中途半端まあ聞きにしたい、大体5000円です。はい、というので、果たして5000円以上のものが入ってるかというところですね。はい、というので、またありましたね、こちらもね。こちら2つかなぐらい、いろいろ入ってるみたいですね。じゃあこのちょっと、なんかでかいやついってみましょうか。何、おお、豚まん、吉野豚まんもあるんだ、初めて知った。しかもあれですね、でも製造元はなんか北海っていう会社で、神戸市灘区になってますね。私の地元ら辺になってますね。北海ラーメンとかなんか神戸にあったりするんですけども、そこの会社かな、分かんないけど、まさかの吉野家ブランドの牛肉まん、やっぱ牛なんですね、豚じゃないですね。入っておりました。これ結構レアじゃないですか。おお、楽しい。じゃあこれも、これはあれだ、焼き鳥丼の具というんで、こんなのでも店舗で売ってないですね。それが2つ入っておりました。ちなみに賞味期限に関しては来年の11月までになってますね。今日付は X になってるんですね。そういった表記もあるんだ。もうこれは8分沸騰させるだけで、ね、ご飯用意して乗せるだけという形で、吉野家と同じような感じですね。こちら2袋入っておりました。こちらの正規の値段に関してはですね、ちょっと字幕の方で表記しておこうかと思いますので、ちょっとそこら辺はですね、見て、私は5000円ぐらいか、5000円以上かみたいなところですね、ちょっとね、感覚的に判断していこうかと思っております。じゃあちょっと、これ、生姜か、紅生姜が入っておりました。牛丼によくは知ってます。ただ私そんなに、ごめんなさい、生姜は好きじゃないんで、これちょっと家族にあげようかなって日には思うんですけど、こんな風なものが入ったんですね。今もね、生姜もちろん好きな方はいらっしゃると思うんですけれども、生姜は料理の名脇役っていう風に書いてますね。というので、じゃあこちら、ドドン、なんだこれ、餃子、牛肉焼きそば、焼きそばなんだ、こんな吉野家あったりしたんだ。なんかすげえな。いろいろ食品とか売ってんだな。スーパーとか見れば売ってんのかな。こういったものも入ってまして、基本的になんかこうすぐ作れるもので、一人暮らしの方でもなんか良さそうな感じがしますね。そんなになんか手間がかかるようなものは全然入ってないです。あとはこちら。おお、オリジナル豚丼ね。はい、というので豚丼が1、2、3、4というふうに入っておりました。おお、こちらで実はラストとなっております。はい、空っぽです。はい、ということで、このようなですね、内容となっておりました。どうですかね。おお、なんか思ったよりもちょっと少ないなっていう印象なんですけど、どうでしょうかね。でもこれあれですね、普通に販売価格でもう一つ300円ぐらいするみたいですね。というので、もう店舗と全然変わんないって感じですかね。どっちかというと、こう、ね、基本的に店舗で食べて、でも家でも食べたいでしょう。そしたら同じような値段、ちょっと高いんですけども、こんな風に売ってるよみたいな、
なんかそんな感じですかね。まあどうしてもなんか家で食べると安く済ませちゃうみたいなことをですね思っちゃったりもするんですけど、個人的にはね、うん、そういったことではなくて家でも食べたい人はぜひこちらどうぞという、なんかそういった感じでしょうかね、うん、というのでまあいろいろ入っておりまして、まあ多分ね、こちらに関してはですね、まあ福袋ということもあって、まあちょっとね、多分お得だとは思うんですけども、計算してみたらね、多分そこまでなんか劇的にね、1万円分ぐらいがめっちゃ入っているとか、なんかそういったことではなさそうですね。特になんか吉野家で使えるですね、チケットとかそういったところも入っておりますね。あくまでもまあオンラインショップで販売してられているというので、ただ吉野家でここまでたくさんのなんかこうね、牛丼以外のものが販売されてるっていうのは知らなかったんで、それはちょっといい発見でいい機会にはなりそうですね、うん、しかも、まあ、こちらもねゲットして、何よりこれですよね。これもう1000円ぐらいの価値が個人的にあるんじゃないかな、ね、なんかいろいろ物を入れるの良さそうですし、うん、ちょっと濡れてるんですけどもね、拭き取ってちょっと綺麗に使いたいなっていうふうに思いますね、はい、ということで、まあ、こんな感じでね、ちょっとね吉野家の福袋ちょっと開封してみましたけども、今回まあ店舗での販売はなかったんで、ちょっとどうしようかなっていうふうに思ったんですけども、ちょっとこれはこれでありだなっていうふうに思いました。まあ、せっかくなんで、まあ、この年末年始にですね、2021の福袋ということでですね、こちらですねいただきたいと思います。またその、ね、レビューっていうところもですね、ちょっとおまけ程度に見ていただければと思いますけども、とりあえず、まあ、このようなですねものが販売されておりまして、また売り切れてはありませんので、まあ、よかったらですね皆さんもね概要欄にリンク貼っておきますので注文してみてはどうでしょうか。私はねこれ以外にもスキヤの、まあ、福袋も開封したりとか、あとはコーヒー系、まあ、タリーズとかミスタードーナツとかね、ドトールとか、そういったですね福袋が今年2021年の福袋たくさん開けておりますので、ぜひ年末年始ね時間あるよって方はですねそちらもチェックしていただければ非常に嬉しいと思います。ということで、まあ、こんな感じで、ね、今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、あと言い忘れてましたけども、ね、普段飛行機レビューとか、そういった動画もですね、アップしてますので、ぜひそちらもですね、ぜひチェックしてみてください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。また他にも福袋を開けようと思っております。それでは。晩ご飯で、ね、こちらの、まあ、牛丼と、牛丼はこのギャバ牛。はい。こちら、まあ、ちょっとヘルシーというので、はい、こちらと、焼きそばも食べてる時点でヘルシーかっていう、ね、いう資格はないかもしれないですけども、あとまあ牛肉まん、はい、こちらですねいただきたいと思います。吉野家特製のですね、じゃあちょっと作っていきましょう。こちらもうレンジでチンするだけでいいみたいです。楽ですね、うん、じゃあちょっとご飯はもう炊いておりますので、はい、こちらじゃあちょっと待っておきましょう。はい、こんな感じでパンパンになってます。あ、終わりました。じゃあ出してみましょう。こちらご飯ね用意しましたので、いや本当にもう、ね、チンしてすごいいい匂いがします。ただねちょっとね気をつけていただきたいのはね、私ねこういうふうに向きに置いたんですけども、ここ全然赤文字でねでっかく書いてたので読んでなかったです。レンジの調理は必ずこの面を上にするそう、上にしないとここから汁が漏れるっていう、ちょっと、ね、電子レンジがねちょっと汁が漏れちゃった感じなんで、ちょっと失敗したんで、もし買われる方はご注意ください。まあ僕は悪いんですけども、はい、というので、じゃあこれもう入れるだけでいいみたいです。おお、もう吉野家じゃないですか。つゆが漏れちゃったんで梅雨だくにはできないですけども、はすごい、これ楽だな、すごい。ちょっと汚いですけども、もうこれ本当吉野家です、匂いも、うん、というので、じゃあ、まあ、作ったんですけども、まあ、こちらの並行してですね、こちらもレンチンでいいみたいです。めちゃ楽ですね。焼きそばもちょっと作るんですけれども、ちょっと開けちゃったんですけど2食分入っておりまして、もうね野菜も入ってるんでめっちゃ楽ですね、うん、野菜も買わなくていい。まあオリジナルで、ね、カスタマイズはできると思いますけど、じゃあこれもレンチンして作りたいと思います。ということでですね、牛丼の福袋の中に入ってたやつで晩ご飯いただこうかと思いますけど、はい、こんな感じです。ほんとね、もう吉野家牛丼っす。見た目はちょっと肉が並よりなんか、でも並ってこれぐらいかな、うん、僕いつも大盛りとか頼む時が多いので、まあ、波だとこれぐらいかもしれないですね、うん、じゃあちょっといただきます。うん、うん、これマジうまい。これはね店舗で買うより割高でも強気になっていいと思います、うん、これ家でねサクッともう出ずに作れるのであれば買っちゃいます、好きな人は、うん、それが美味しい。もうほんのレンチンするだけですからね、めっちゃ楽っすよね。じゃあちょっとね、ここら辺の焼きそばとかもいっちゃいましょうか、うん、こんな感じで、まあ、焼きそばね、どうですかね、吉野家の、まあ、これ野菜も入ってますけど、そんなに多くないんでね、うん、見ていただければ分かると思うんですけども、アレンジして作るのもいいかもしれないですね。で、多分肉は吉野家の肉だと思います。ちょっと肉だけいってみましょうか。
とソースがついてて、多分まあまあ吉野家のね、あの肉だと思います。うん、とてもソースがついてて、あの美味しいです。じゃあ麺の方もいっちゃいましょう、一緒に、肉と一緒に。うん、うまい。うん、これは美味しいです。はい、あ、これすごいな。うん、というのでどれもね、あの焼きそばもいい感じです。ちょっとね、僕が一番怪しいと思ってるね、この牛肉まん。はい、じゃあちょっとこちらいただきましょう。まあ551より美味しいですかね。牛肉まん食べたことないですね。豚まんばっかりで、やっぱこういった肉まんは多分豚が合うと思うんですけどね。こんな感じで、あ、確か吉野家のあの肉が入ってるのは結構具だくさんですね。うん、なんかそんな感じ、いい感じです。はい、こっちの入ってる方ちょっといただこうかと思います。これもありです。うん、美味しい。あ、いいな。おお、吉野家のでもね、牛肉が入っているそのまま感じです。うん、豚まんです。じゃちょっとからしもつけてみましょうか。ちょっとからしもじゃつけて、全然あり。うん、というので、あの思った以上にあの美味しくて、値段はね、正直結構割高だなって、店舗と変わらんなと思ったんですけど、全然ありっすねこれ。うん、作るのは簡単ですし、ということで、あのぜひ、まあ、もしよかったらね、あの牛丼福袋、まあ、福袋じゃなくても普通にね買うこともできたりするんで、あのよかったらですね、吉野家の味をですね自宅で楽しんでみてください。ということで、まあ、こんな感じで吉野家の福袋のねご紹介でございました。ご視聴ありがとうございました。それでは。